Tamura Ryoko, 1回戦 Kyrgyzstan no Kurigui Nao, katai ritsuyoi nage 1本, soshite 2回戦 demo Taiwan no Kou Gyokkin o awase waza saigo osaekonde 1本 gachi desu. Kouchou desu. An no Noriko ni tsuzukimasu. Taisen suru no wa Chugoku no Li Aigetsu. 昨年のハミルトンの世界選手権決勝で対戦しました。リは終始カウンター狙いでした。リ愛月はとにかく雪辱の域に燃えています。リ愛月は目指しているのは世界チャンピオンなので、アジア大会での金メダルにはプレッシャーはないとまで言い放ちました。さあ受けて立とうじゃありませんか、田村。さあ行きます。田村が行きます。柔らが行きます。 素早い何か本当にこう猫のね、あの組み手争いですね。長身のリ・アイゲツ155センチです。腹いいですね。さあどこがポイントになりますか。あの相手はですね、やはり先に賭けてこようとすると思うんですね。であのまず田村のいい組み手を組ませてもらえないと、そこを田村がどう取るかということなんですけども、昨年の東アジアの時にですね、田村はTシャツをな掴んで投げたんですね。で、そういうところにも本当に勝負に対する執念を感じられるんですけども、そういうものを見せてくれるんじゃないですか。見せてくれるんじゃないかと思います。この大会2試合勝ちまして目下52連勝です。田村は好きな言葉は歴史は勝者だけの記録、歴史は勝者だけの記録、これが今座右の銘です。その勝者の記録を一つずつ確実に伸ばしています。 熊部さん、この田村選手について稲田明監督が、とにかくここまでの戦いは動きがちょっとおかしいなと、目に見えない緊張プレッシャーやっぱあるんだろうなということを言ってましたね。そうですか。で決勝の前には手を思い切っていきなさいということを一声かけたそうです。背負い投げ、背負い投げ。古賀さん、世界チャンピオンとしてね、世界対戦試験あるいはオリンピックじゃない試合でこうやって 戦う、よくあの世界チャンピオンのプレッシャーっていうなんか一言で片付けますけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。いやで、世界の頂点ですね、去年の大会で勝ったということで、今度負けてはいけないという気持ちがですね、田村選手の中に出てくると、技がどうしても小さくなってしまいますね。そこ足をかけました。そこをうまくですね、気持ちを切り替えて、新たなチャレンジャーという気持ちでですね、いければ本来の柔道ができるんではないかと思いますけど。そうですか。今日の2試合を見て、 柔道としては100点満点で今何点ぐらいのできていますか。いや、私が思ってたよりもちょっと物足りない柔道の今までをやってますね。どうか物足りません。やはり組み手をまず、きちんとしていないということが一つありまして、あとは技があまりにも急ぎすぎているというのが。そうですか。それあたりがやっぱり少しこう気負いっていうのが持ち出さはるんでしょうかね。と思いますね。今リーアイエツの帯がほどけました。 田村の場合はですね、金メダル間違いないと誰しもやっぱり期待しますよね。ですけど、これは本当に大変なことなんですけども、来年の世界選手権、そしてオリンピックまでは仕方ないんですね。で、またそれだけの実力もありますし、またそれができる選手ですから、それをプラスにして、バネにして頑張ってもらいたいと思います。リはやっぱりハミルトンと同じようにポイント狙いで来るんでしょうね。そうですね。 昨年の世界選手権では僅差でしたので、そうですね、はっきりと決着をつけたいですね。そうですね、あの世界選手権の時はですね、国力をはっきりつけたい。やはり勝ちを意識してましたので、多少慎重になってた部分があると思うんですね。ですから実力の差はありますので、今日は思い切って行ってもらいたいと思います。さあ、無敵のピンクの髪留め、 帝京大学1年生の田村涼子。先ほど古賀さんがおっしゃった組み手はどうなんでしょうか。まだ不十分ですよね。不十分ですか。はい。片手で袖釣り込み腰に行きました。リ・アイゲツ、リ・アイゲツはハミルトンの世界選手権では自分が4つ技をかけて田村は2つしかかけなかったのに負けたと不満を漏らしていました。それだけに田村としてはね、はっきりととにかくここで 勝者であることを証明したい試合です。今までのところどうですか、どちらが。そうですね、非常に田村もいいんですけども、リーの方がですね、先にかけてきてるんですね。で、ただ田村も相手が技をかけてきて、
戻ったところにかけてるんですね、はい、でその技効果、はい、効果ですか今。いや、ないですね。ありませんね、はい、ないですね、はい、主審は効果のジェスチャーをしたんですけれども、これは取り消されたようです。しかしこれは、まあ、もし判定にもつれ込んだ前には、はい、ね、相手を向こうにまあ倒しました、はい、ただ外国の審判ですからね、どういう見方をするか。あ、そうですか、はい、それだけにはっきりとしたポイントをね、効果か有効ぐらい取りたいです ね、 ですね、はい、柔らちゃんとしては、まあ、ここから勝負ですね。残り1分です、はい、アジア大会が終わって一番やりたいことは福岡に残している愛犬のアトランタに会いたい。アトランタっていうのはテリアとの雑種でメス犬なんですが、バルセロナオリンピックの後に生まれた犬です。アトランタへ向けて一緒に大きな夢を追い求めたい、そういった気持ちでアトランタと命名しました。アトランタに笑顔で会いたい。やわらちゃん、田村涼子、柴田に行きますが、今ねえ、ちょっとかすいた感じですが、そうですね、場内がわっと沸きました、はい、ポイントではありません。残り時間があと45秒、誰かドキドキしますね。そうですね40秒です。もうそろそろ田村もですね、はい、勝負にかけないとダメですね、はい、勝負に行きたいところ。ここから相手はの追い込んできますので、はい、古賀さん、技としては何が勝負かければいいですかね、これは。そうですね、やはりまあ、田村選手得意な足技ですね、まあ、しっかり組ましてもらえませんから、はい、やはりチャンスを見つけた足技を使った方が有効ではないかと思いますけども。残り35秒、柔らちゃん慎重に行きます。じっと相手の胸元を見ています。お互いに組み手を嫌っている。さあ、体力しかポイントではありませんけれども、これもね、はい、非常に印象度の強い技でした。残りは22秒で止まっています。対応と仕組みに行きました。このまま行きますと僅差判定でも柔らちゃん、田村涼子勝利濃厚ですが、もう一つ欲しい。もう一ついったら行かなきゃダメですね、はい、残り10秒です。リー・アイゲツの方は完全にカウンター狙いですね。そうですね、相手が入ってきた時にそれを返そうという感じ、はい、3秒、残り3秒、2秒、1秒、終わりました。僅差判定にもつれ込みましたけれども、どうですか持田さん。ちょっと微妙ですね。微妙ですか、はい、はい、技の数としてはですね、相手の方が多いんですね、はい、でただその技がその掛け逃げ、はい、見てみましょう。はい、そうですね、白が2本上がると田村涼子3本とも白、やりました。よかった。田村涼子、やわらちゃん、世界のやわらちゃん、アジア大会も制しました、金メダル。ほっとしましたね、はい、いや、よかったっていうね、今持田さんの声が本当になんかね、はい、これで日本がですね、はい、3個の金メダルが目標だったんですね、これを達成できたということですね。そうですね、はい、女子でこれで3つ目の金メダル、男子と合わせて7つになりました、はい、いや、8つになりましたね、ごめんなさい、はい、いや、安野が取って、金メダルを獲得しました田村涼子選手です、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。安野選手についてのメダルでしたね。そうですね、はい、どうですか、大学に入っての初めての国際大会での金メダルというのはまた違う意味があると思いますか。そうですね、まあ、まあ、今日の試合はあまり自分の動きができなかったので、まあ、悔いが残るんですけど、まあ、いろんな課題が新たにできたので、まあ、次の試合に向けて頑張りたいと思います。まあ、田村選手というとどうしても勝って当たり前という言われてしまうんですが、今回は特にスピードをテーマにしたいとおっしゃってましたよね。そうですね、でもなかなかうまく入れなかったので、まあ、次にまたいい柔道ができるように頑張りたいと思います。ぜひまた金メダル、柔らスマイル期待しますんで、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。本当に柔らちゃん、おめでとうございました。それではスタンドで喜びの表情、お母さんです、はさん、はい、はい、お母様です、おめでとうございます。どうも、なんちょっとハラハラしましたね。そうですね、もうやっとでも今表情とっても明るくて、そうですね、表情は明るかったんですけども、